お兄ちゃん、帰り。は？はい、ゼロ、エミネスさん、皆さん、こんにちは。お分かりの通り、本日も兄にドッキリをしていきます。本日はね、かなり恐怖ドッキリとなっております。本日は僕はドッキリしません。ドッキリをさせます。誰かにドッキリをさせます。誰だと思う？皆さんもよく知ってる人ですよ。ってことで、今から兄へドッキリをする人をお呼びしたいと思います。はい、エスラーちゃんでーす。エスラーちゃん、お久しぶり。イエーイ。実は妹と会うの2ヶ月ぶりなんですよ。え、俺のこと覚えてる？え、日本語忘れた？え、日本語忘れてるよね。あ、忘れてない？ちょっと緊張してるよね、久しぶりすぎて。実はね、妹のエスラーちゃん、2ヶ月の間母国に帰ってました。この動画見てみんな知ってると思うんだけど、2ヶ月前にね、ちょっと家族と妹のエスラーちゃんは母国へね、まあ、遊びに行ってたんですよ。どうだった？楽しかった。楽しかった。まあまあまあ、お土産話はちょっとまあネタバレしの後、エムレとまた3人でしようね。え、本当に日本語忘れてない？忘れてない。いやいや、俺ちっちゃい頃ね、家族とよくトルコ行ってたんだけど、母国に行くとね、ガチで日本語なまるわけよ。本日は何をすると思う？わからない。言ったじゃん、俺とんでもないね、今まで過去一のドッキリを考えてるって。過去最大のドッキリ僕考えてたんで、ちょっとエスラーちゃんと共有するの楽しみ。そう、あれなんですよ。あれを本日はやっていきたいと思います。実はね、妹が今日日本に帰ってきてるってまだ兄は知りません。兄は明日帰ってくると思ってるんですよね。実は帰りの航空券まだ買ってなかったんですよ。いつ帰ってくるか分かんなかったから。で、親にちょっと頼まれて、ちょっとエネス買ってよみたいな。で、僕エムレには明日帰ってくるよっていう設定で嘘をつきました、このドッキリをするために。ということで、本日の企画、絶対にいないはずの妹が家にいたら兄はどうするのかよ。しょ、妹はね、まだ母国にいると思ってるんですけど、自分の家にいたら兄はどうするのか、ちょっと今日は検証していきたいと思います。じゃあ、エスラちゃん、2ヶ月ぶりに兄へちょっとドッキリをしていきましょうか。はい、それでは皆さん、絶対にいないはずの妹が家にいたら兄はどうするのか、皆さんで一緒に見ていきましょう。はい、早速この位置でちょっとドッキリを仕掛けていくんですけど、エスラーちゃんは本当にもう気楽にやって。 OK、 気楽にもうだらけてスマホいじって、なんかもういつものように日常感を出してほしいの。なんかエムレが帰ってくるじゃん、まるで毎日会ってたかのような感じを出してほしいの。やっぱさ、2ヶ月さ空くとさ、なんか人間ってさ、ちょっとなんか初めまして感出るじゃん。でもエスラーちゃんは、あ、お兄ちゃんお帰りみたいなおー、何してたの、遅かったねみたいな、もうまるで毎日、昨日も一昨日もいたかのような感じを出してほしいの。 OK、 じゃあリハーサルしていこうか。俺がエムレね。はい、エネス、ただいま。あ、お兄ちゃんお帰り、遅かったね。あ、エスラ、ただいま。エスラ、お前なんでいるんだよ、トルコにいるんじゃないの？え、って感じでやっていくんですよね。みんなイメージ湧いたかな？はい、こんな感じでやろう。OK。で、ちょっとなんか、エムレがまるでボケてるかのような感じを出してほしいの。え、何の話？え、ずっと私いるよ。え、母国行ってたんじゃないの？え、何の話？みたいな。ちょっとそういうドッキリで、本日はやっていきます。じゃあ、エスラちゃん、僕はちょっと部屋に隠れてるから、あとはよろしくね。僕よりもドッキリうまいので、もう任せます。この企画の進行も妹のエスラちゃんに任せます。うん、じゃああとは頑張って、バイバイ。あ、じゃな、じゃな、あ、じゃな、ちょっと再生取れるようにちょっと頑張って。あ、じゃな、バイバイ。じゃな、バイバイ。あ、バイバイ、じゃな、はいはいはい、バイ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 、 OK、 はい、じゃあ皆さん、妹のことよろしくお願いします。じゃあ、今で多分あと15分ぐらいで帰ってくるから。え、本当行くの？あ、俺ちょっと部屋で寝てるから。え、あ、じゃああとは頑張って。バイバイ。一切俺手伝わないから、もう妹の方が得意なんで、もう任せます。じゃあ、ドッキリ、頑張ってください。はい、徹底で忘れないでね。分かった。OK、じゃあね、はい、いつ言えばいいの？エムレが帰ってきて、1、2分後に徹底でみたいな。何かあったら俺が助けてあげるから。じゃああとは頑張って。はい、バイ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 。エネスいる？
え？お兄ちゃんお帰り。は？え？遅かったね。していきましょうか。お前何バカにしてんだろ。お前来て初日からお前何ドッキリ。どこも行ってないよ。おい待て、エイサさん、何どうした、エイサさんどこに、教えて。え、分からん。行きます。こんな感じでてってれー。ダメだよ、悪口言っちゃダメだよ、妹いるから。てってれー、絶対にないはずの妹が家にいたら兄はどうするのか。よいしょー。これテッテレーって何、これドッキリだろ。いやサプライズだよ。俺2ヶ月間もう妹に会えてないから、マジで号泣しそうなんだけど。びっくりしちゃうし、お前何、俺帽子とか持ってきた。いやべ、俺焦りすぎてさごめんね。え、本物え、どういうこと、昨日帰ってきた。いや実は昨日帰ってきてます。はいはい、エンディング入るよ。まあお帰りなさいということで。いや、お帰りなさいだけど、これ結構心臓に来るけど、でも俺にとっては嬉しいよ、うん、シスコンの兄だよ、もう嬉しいよ。2ヶ月も会えてない、でもまだ未だに信じてない。まあ、それは信じない。だって明日帰ってくると思ってたもんね。だってめちゃくちゃ日焼けしてる、見て。いろんなさ、リサちゃん、何、海とかお土産話してよ。みんな多分気になってたし。おっ、何これ、ゴールド。え、ゴールド買っちゃってるやん。何、え、これガチで金、金とか買っちゃって、何でも言っちゃって。これもういいんだよ。ガチ、ピアスもできん。おい、旅行行ってないに爆買いしてきたのか。ちょっと何よ。今回のトルコ旅行で一番楽しかったこと。よいしょ、その1、一番楽しかったこと。旅行行ったところ。旅行行った？うん。え、どこ行った？地中海？国海？エーゲ海？国海。あー、上の方か、うん、あのおじいちゃん家よりさらに上のあの国海の方だね。あの魚が美味しいところっすよ。やばいよ、あれイワシがマジで美味しいらしいんですけど。それでさ、プールとか入ったり、ウォータースライダーがホテルに。いやもうこんな金持ってるくらいだからね、いいホテル泊まったんちゃうの。おい、一泊いくらで行ってみろよ。ね、お兄ちゃんたちはここでね、もう毎日もうね、あのちょっとこんな湿気の中、あのね、猛暑の中頑張ってるのに、イサちゃん同じスライダー付きのホテルで、ね、何バカンス？国会でバカンス？イサちゃん4年ぶりだよね、今回。4年間でどれくらい変わってんの、トルコ。あれ、新しい空港できたよね、トルコって。あれ、超気になるんで、俺もまだ行きてないんだけど、どうだった。めっちゃ広い。だからヨーロッパで1番目か2番目ぐらいに今ね大きくて新しい、もうやばいらしいよね。え、そこに着陸した、うん、今回エサルちゃんたち行ってないかもしれないけど、地中海とかお兄ちゃんたちにめっちゃバカンスしてたら。いや、地中海はもっともっとちょっとチャリピがいるんで。まあね、エサちゃんみたいにね、真面目な子たち、まあ、ご家族の方は、まあ、国会とかの方が楽しいよね。まあ俺らみたいなチャリピはもうちょっとやっぱ地中海の方に行って。やめて、ちょっとパリピって言っても多分流してくれてるけど、ね、一応聞いてるふりしてくれてるけど分かってないと思うから。パリピって分かる、パリピってちょっとこの子みたいな顔の人のこと言うの。いや、なんでパリピーポー顔は関係ないんだよ、人生楽しんでる人をパリピって言うの。パーティーが好きな人。同じじゃん、顔。あ
妹も帰ってきたということで、これからもね、どんどんちょっと妹を絡めた、まあ、ドッキリ動画や検証動画、いろんな動画出していくので、皆さんお楽しみにしておいてください。いや、過酷な毎日がこれからも終わってんのか。はい、ということで、皆さん、この動画気に入ったら、高評価とチャンネル登録とどうぞ、よろしくお願いします。お願いします。お邪魔します。よっしゃ、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 おい、よこせ。それよりさ、お土産はお土産。おい、金よこせ。お前何歳だよ。絶対買うから、お土産。なあ、何歳だよ、そんな金つけといて、てめえな。おい、金よこせ、お前。お前、お兄ちゃんと地土産はどこだよ。おい、金よこせっつってんだよ。買うからじゃねえだろ。お母さん。お母さんいねえよ。お前、実家帰れると思うなよ、これ。朝までごちょごちょしてっかんだ。おい、るまあまあまあ、エムレ。まあまあ、動画切っといてよかったな。当たり、こんなね、妹攻めてんのバレたら、こんなお前、炎上どころだね。ポンポーだよ。カメラ、多分、あれだよ、待って、金盗まれちゃうから、ちゃんと隠してね。そう、あんまりこういうの見せちゃいけないよ。ピアスとかもさ、ちゃんと、深かぶりしといて。そうそう、できれば、あっちの方に、ちょっと。いやいやいや。おい、お前これ手遅れだよ。バカバカ、何言うんだよ。お前これ、喧嘩炎上だよ、バカバカ、喧嘩炎上だよ。